はい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 。今年の FA 市場ですが、めちゃくちゃ目玉の選手がいるかと言われたら、まああまりいないんじゃないかなとも思いますが、逆にそういった状況だからこそ活発に動いていくんじゃないかなとも思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね FA 市場についてお話ししていきたいなというふうに思っております。はい、今言いましたけども、まあ、FA 市場まあ非常に活発に動いていくんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。はい、まあ日本シリーズが終わりまして、横浜 DeNA ベイスターズが日本一になりました。まあセリーグが日本一になったっていうのはまあ少し嬉しいところはあるかなとも思いますが、やはり巨人としてはまあリーグ優勝したんですけども、まあ CS でですね、まあ DeNA ベイスターズに敗れてしまったというところの悔しさもちろんありますし、やはりまあツイッターのトレンドなんかを見てるとね、よく巨人のピッチャー陣あの DeNA 打線抑えてたよねみたいな意見もあったりですね、まあ実際僕もまあよくピッチャー陣頑張ってたなとも思いますけども、まあやはりまあ打てなかったっていうのはね、より際立つというかね、うん、課題としてまあ浮き彫りになってるんじゃないかなとも思いますんで、まあそういったところも含めて、まあこの今年のオフというのはですね、 FA 市場、まあ FA 補強をまあしっかり巨人は参戦してやっていくというね、うん、ところを見せてますからですね、非常に、まあ今年の FA 参戦ね、期待しておりますというところですね。はい、その中でまあ今年のね、どういう選手が FA 市場に出回ってるのかとか、実際確か13日までですかね、その FA のね、期間があったりすると思うんですけども、まあ今現状でどういった選手がまあどういった状況なのか、うん、まあ残留を表明してるのか、FA 宣言をするって言ってるのかとかね、そういったところも見ていきたいと思いますし、巨人にとってどの選手を狙いに行くので、どの選手を狙いに行ったらいいのみたいなところもちょっと踏み込んでですね、この動画ではお話していきたいなというふうに思っております。はい、まず最初にまあどういった選手がまあ FA のねところに出回ってるのかというところをまず一つ目見ていきたいと思うので、ちょっとね、一緒に見ていきましょう。はい、まずまあ巨人のね、まああの中の現状を言いますと、まあ菅野投手がまあメジャーに行くというところですよね。で、高梨選手、まあ FA 権を持ってるんですけども、まあ残留濃厚じゃないかっていうふうに言われてます。で、キャッチャーの大城選手、うん、キャッチャーの大城選手は熟考をしてるというところがありますと。まだはっきりさせてない感じですね。ただ、あの、他の球団の情報なんかを見てると、大城を取りに行くみたいな感じで報じられた球団はまだないので、そういったところでもしかしたら巨人に残留してくれるんじゃないのっていうふうにも、個人的にはね、まあちょっと楽観的ではあるんですけど、思っておりますと。はい、他の球団見ていくと、まあ阪神であったら大山選手であったりとか坂本選手。で、DeNA であったら佐野選手であったりとか京田選手。うん。で、広島であれば、栗投手ですね。で、中日であれば、高橋周平選手。うん。で、ソフトバンクであれば、石川選手、石川投手。で、甲斐捕手ですね。で、ロッテだったら、西野選手。はい。で、楽天だったら、酒井投手ですね。まあ、このあたりが、まあ、主な、うん、FA 宣言をしている、FA 宣言をしているというか、FA 市場に出回ってる、選手なんじゃないかなって思います。で、まあサムネイルにもありましたけども、まあ巨人がまあ狙ってるんじゃないのっていうふうに、まあ思う
選手、ちょっとね、2つ目見ていきたいと思うんですけども、はい、まずまあサムネイルにもありましたように、まあ阪神の大山選手、うん、まあその FA 宣言をもうすると、まあ濃厚だというふうに言われてますと。でその中で巨人がまあ手を挙げる可能性が非常に高いと、大本命のね、大本営のまあスポーツ報知からね、まあ巨人が大山選手の獲得に乗り出すんじゃないかっていうような記事も出てますから、まああそこの情報っていうのは信じてもいいと思いますんで、そういったところで大山選手獲得狙いに行くんじゃないかなっていうのは、まあ濃厚だと思います、巨人がね。はい。でもう一人いるとしたらですね、まあソフトバンクの甲斐捕手ですね。甲斐捕手もまあ FA 宣言するのかってまだこう決まってない、まあ熟考してるっていうところではあるんですけども、まあ巨人が狙いに行くんじゃないかっていうところもね、大本営から出てますんで、まあこの二つの情報っていうのはまあ事実だと僕は思ってますし、十分狙いに行くメリットというところはあるんじゃないかなと思っております。はい。でまあいろんな意見あると思います。大山いらんよとか、甲斐いらないよとか、まあ僕のコメント欄でもねたくさん意見いただいてますけども、じゃあ巨人がまあそのまあ二選手ですよね、まあ狙っていく、まあ理由というか、うん、狙った方がいいじゃないのっていうような理由を見ていきたいと思います。三つ目にね。はい。はい、まず大山選手ですけども、まあ、セリーグを代表するというかね、まあこれだけ、素晴らしい、僕はバッターだと思ってますから、その選手が、まあ FA 宣言するよというふうな話になってくると、まあ間違いなくね、巨人以外の球団でも、まあ手を挙げる球団はあるんじゃないかなとも思っております。はい。で、まあ、年俸が高いよとか、人的保障があるよとか、まあ、いろんな、お話はありますけども、まあ、実際、そんなことを言ってられないっていうのが、巨人の現状というかね、状況なんじゃないかなと思ってます。まあ、岡本選手が、まあ、今、腰を痛めてるっていうところがありますし、まあ、今年のオフはね、さすがに行かないかなとは思うんですが、まあ来季のオフなんかに、まあメジャーに行くんじゃないかとも噂されているというところがありますから、まあ何度もね、この動画、まあこのチャンネルでは言ってるかもしれないですけども、まあその代わりとなる選手をね、まあ取ってくるのか、まあ育ててくるのか、まあこの二択だと思うんです。で、まあなかなか育てるのっていうのも難しいですし、まあいい選手、巨人の若手選手ね、いるとは思うんですけども、なかなか岡本選手のね、代わりができるかと言われたら難しいというのが現状だと思うので、まあそういった意味でも、まあ大山選手を今獲得するっていうのは、今後の巨人というところも見据えても非常に大きな意味があるんじゃないかなというふうに思ってるので、僕は、まあ人的保障があったりとか、まあお金が高かったりとか、まあいろんなネックになるところはあるかなとは思うんですが、間違いなく取りに行くべきなんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ二人目のソフトバンクの甲斐選手ですけども、まあ甲斐選手も、まあ取りに行く理由はあるのかなと思ってます。まあもし、先ほど言いましたように大城選手が、まあ今熟考してると。うん、うん。ちょっとまあ FA するのかしないのかっていうのを考えてるところではあるんですけども、もしした場合、FA 宣言した場合、うん。やはり、まあ、今年ね、岸田選手が非常に頑張ってくれましたけども、やはりこう、それにバックアップがいるに越したことがないですし、まあ、甲斐選手が、まあ、巨人にもし来たとして、めちゃくちゃ試合数出るかって言われたら、まあ、それは安倍監督の、まあ、考え次第ではあるところはあるんですけど、やはり、まあ、今年のね、小林、大城、岸田という、この3枚で回せたっていうのは、まあ、非常にいいところもあったんじゃないかなとも思いますから、僕は、もし大城選手が FA をするんであればね、取りに行っても、いいんじゃないかなと思いますし、まあちょっといやらしい話ではあるんですけども、阪神の戦力をそぐ、うん、という意味でも結構大事なんじゃないかなというふうに思ってて、まあそのソフトバンクがですね、まあ阪神の坂本捕手をですね、まあ獲得調査してるっていうような情報もありましたんで、
それによってですね、まあ、もし巨人が獲得するというふうな話になってくると、その代わりに坂本捕手を取るというような形になってくるのかなと思うので、そういったところで言うと、まあ、阪神のキャッチャー陣がだいぶ薄くなるなっていうところはありますから、まあ、そういう戦力を、まあ、奪うっていう意味で言ったら、まあ、非常に有効的だなとは思いますけども、まあ、ちょっとこれはね、いやらしい作戦ではあるんですけども、まあ、そういったところもありますし、まあ、大城選手がですね、まあ、出ていくんだったら僕は甲斐さんを取ってっても、まあ、いいのかなっていうふうに思いますし、出ていかないんであれば取る必要は全くないだろうなっていうところはありますと。はい。で、今、他の選手なんかも結構噂されてまして、まあ、この二人の選手はですね、まあ、大本営から、まあ、情報が出てて、まあ、その、ある程度角度の高い、うん。隔離、そうですね、高い、情報だとは思うんですけども、まあ、僕的にですね、ソフトバンクの石川選手、石川投手ですね、っていうところも、狙っていくところはね、あるんじゃないかなと思ってまして、まあ、巨人もその中の一つじゃないかなと思ってます。まあ、石川投手ね、非常に素晴らしい投手ですけども、まあ、年俸的に見ると C ランク、人的保障がいらないよっていうような、ランクですから、まあ非常にまあ昨年の山崎福也投手なんかもそうでしたけども、まあ非常にその狙っていく球団はあるんじゃないか。うん。まあ先発、今年なんかはリリーフもやってたっていうところありますから、非常に巨人としてもまあ、欲しいピッチャーの一人なんじゃないかなとも思いますから、ここは、今石川選手ね、まあその濃厚というふうな形になってますけども、まあその FA 宣言をするのが濃厚というふうに言われてますけども、まあ実際、まあ巨人も間違いなく狙っていく選手だろうなっていうふうに思います。で、まあこれはないかもしれないですけども、DeNA の佐野選手も今ちょっと FA 宣言をするかしないかっていうところを熟考してるっていうのがあります。まあもし、大山選手が取れなければ、佐野選手に行くみたいなことももしかしたらあるかもしれないかなって思います。まあ、守備がめちゃくちゃうまいかって言われてろ、まあそうではないんですけども、やはり、あれだけ打てるっていうのはね、魅力的かなっていうふうに思いますので、まあその外野がね、まあ少し高齢化、まあ丸さんも含めて高齢化してるっていうところもありますから、そういった意味で、まあ、佐野選手っていうところの選択肢ももしかしたら可能性としてはあるんじゃないかなとも思ってますと。はい。でですね、まあ今年の、まあこのね、補強のね、FA のところを見てますと、結構その DeNA ベイスターズが、まあその結構大型補強をするんじゃないかなっていうようなね、声が出てますと。まあ、DeNA ベイスターズからするとですね、まあやはり補強ポイントはピッチャーだよっていうところがありますから、そういった意味で、まあ楽天の酒井投手であったりとか、うん。まあ中日の高橋周平選手なんかも狙ってるというふうなことがね、報じられてたりとか、広島の栗投手を狙いに行くっていうふうにね、出てたりとか、結構 DeNA がこの大型補強をやろうとしてるというかね、うん。まあもしかしたらバウアーが帰ってくるみたいなところも可能性としてあったりとか、非常にこう、もし、この DeNA の補強が、まあ、ある程度やっぱ成功するんであれば、非常にこう、強力なチームになっていくなっていうところはありますしね、うん、実際今年優勝してるわけですから、日本一になってるわけですから、非常に、来季以降ね、強敵になりうるんじゃないかなっていうところありますから、まあ、巨人もね、まあ、それに負けないようにというか、補強していくっていうところが、大事なんじゃないかなとも思いますし、まあ、いろいろ見方はあると思うんですけども、まあ、実際、まあ、ちょっとこれはメジャーの話になりますけども、まあ、ドジャースとかね、まあ、ヤンキースもそうですけど、見てると、やはりある程度やっぱ補強してるチームはやっぱり上位に来てるなっていうところは、あるのかなと思いますし、うん、まあ、ソフトバンクもね、去年すごく補強したっていうのもありますし、まあ、お金があるっていうところも、まあ、そうなんだと思うんですけども、まあ、巨人もね、資金面っていうところでは、まあ、非常に持ってる球団かなとは思いますし、まあ、今年ね、こんだけ、うん、課題が明白で、打ててなかったっていうのがありますんで、まあ、僕の意見からしては、
やはりしっかりと補強というかね、うん、FA に乗り出して、まあ、取れるか取れないかは別にして、しっかりこう誠意を見して、狙いに行くっていう、ところはね、見せてほしいかなというふうに思いますし、まあ、うまいことね、大山選手とか、まあ、甲斐選手は、まあ、大城選手が出る出ないの関係でね、いるいらないというところはあるかなと思いますけども、まあ、僕的には大山選手は、ね、絶対獲得してほしいなというふうに思うし、まあ、阪神のね、目線からしても、それはね、巨人に行くっていうのはちょっと異例なことかもしれないですが、非常に、間違いなく嫌なバッターにはね、なってくると思うので、そこはね、絶対狙いに行っててほしいなっていうふうに個人的に思っております。はい、そんな感じで今日は、まあ、FA 市場、FA 選手の動向についてお話してきました。まだ少し期間があるので、まあ、まだこれからね、いろいろ情報が飛び交う。まあ、僕この時期すごく好きなね、時期ではあるんですけども、まあ、そこもね、動向もしっかり追っていきたいなというふうに思いますし、まあ、その巨人のね、今、周期練習してたりとかしますけども、そこのね、情報なんかも合わせてね、発信していきたいと思いますんで、ぜひまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価ボタンもね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。